真夏の鈴鹿です。今年も鈴鹿の夏の到来、舞台はすっかり整いました。世界が注目する鈴鹿8時間耐久レース、コース上はすでに40度を超えています。40度を超えました。予選タイムが2分13秒台、驚異的なコースレコード。耐久レースとはいえ激しいスプリントレースが期待されます。65台のマシンが今日の決勝に勝ち残ってスタートを待ち構えています。観客は10時には15万人を超えました。ガードナー、ローソン、世界のトップライダーの走りを注目しています。決勝のスタートは午前11時30分です。鈴鹿サーキットはスタートまで1時間弱、徐々にその興奮が高まってきています。早速それでは今日の放送席ご紹介することにしましょう。グランドスタンドのすぐ上、放送席ができています。今年の解説陣は2人です。お二人の方にお願いしております。早速ご紹介することにしましょう。私のお隣が川崎博之さんです。川崎さんはヤマハのワークスライダーとして第一線で40数歳まで活躍される、長くね、大活躍をしてこられました。長い、8時間ですが、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそ、はい、お願いします。そしてお隣が山田純さんです。モータースポーツジャーナリストとして、そしてこの8体でも、活躍されました。8体は随分出場されましたね。そうですね、7回ほど出てますね。成績はどうだったですか？一番良くて総合で8位ですか。8位、はい。しかしこれだけの数の中で8位というのは大変な、ね、成績ですよね。そう、終わってみれば、まあ、良かったなと。そうですか。今日は長丁場のたっぷりと、ね、はい、このモータースポーツの魅力をです、ね、お届けしようと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして私と共に実況中継を担当する上原アナウンサーです。上原です、よろしくお願いします。上原さん、太田さん、はい、もうすごいですね。湘南の海岸がそのままこの鈴鹿にやってきたような感じで ね、 大変だ。はっきり言ってあの中を押し分け押し分けいきますとね、平均年齢10代です ね、 いや本当ね、この放送席はね、はい、平均年齢40というこういう計算になるわけですが、私は30代ですけど、夜年並みでさすがに尾形さんもですね、8時間をついに走り切ることができなくなったということで、私は今年はですね、1時間ほど間をつながせていただきますけど、どうぞよろしくお願いいたします。ライダーも第一ライダー、第二ライダーと言いましてね、交代しながら、つないでいきます。我々も解説陣と一緒になりましたペアで、この魅力をですねお届けしようと思うんですが、川崎さん、はい、それにしても今上原さんの話がありましたがね、はい、まっすぐ歩けませんね、今のこの時点 で、 う、ね、はい、もう暑くて ね、 ね、暑いのと猛烈な人の列、ね、大変な列なんですが、川崎さんもこの8体で思い出がいろいろあるそうですね。そうですね、2回ほど出たんですけども、1年目の時がね、ちょうど結果は5位だったんですけどもね、はい、最後の10分でエンジンが壊れちゃって、
無念の、それでちょうどゴールライン手前で止まったんですよね、はい、それで一応ゴールは、チェックを受けてるんですけど、ね、記録には残っているわけですね、はい、しかしいろいろなドラマが今日はこの8時間の中で展開されると思います。山田さんが一番ね、はい、楽しみにしていらっしゃるのはどこですか？そうですね、やはりあの最後チェッカーを受けるときにですね、もう観客の皆さんがわーっと入ってきますよね、まあ、あれがですね走ってるとすごいんですよ。そうですか、そのあたりも含めまして今日の11時半にスタートするレースの模様を、リアルタイムで全国の、皆様にお届けすることにしております。まあ、今日はですね、何が起こるか分かりませんが忠実にそしてあの迫力たっぷりにですね、はいはい、皆様にお届けできればいいですね。はい、よろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。はい、さあそれでは予選の様子からまず皆様にご覧いただきましょうか。予選は2日間に分かれて行われました。おとといの予選の1日目です。1日目のポールポジションをめぐる攻防は第2ライダーの争いでした。11番のグランプリライダーのルーハン、13ラップ目にコースレコードを記録しました。これまでは去年の8体で彼自身が出した15秒530でした。はるかにしのぐ好タイムでコースレコード、ポールポジションです。1日目の記録はもちろん1位、そして2日目もその記録を破る選手は他にはいませんでした。さて21番はローソンです。ヤマハのローソン、ローソンもグランプリライダーです。果敢に攻めています。2分14秒847032と14秒台の速いペースで周回を重ねていました。ルーハンが13秒台に突入したのを見て猛然とアタックを始めて、時間ギリギリの15周目についに13秒520を出しましたが、ルーハンにはわずか0秒093及びませんでした。1日目は第2位です。S 字コースを果敢に攻めるのは岩橋健一郎選手、日本若手の期待選手です。日本人同士も4位5位で激しいタイム争いがありました。現在の F1 の全日本ランキング第1位の岩橋選手、89年型1年前の形の RVF のハンディを背負いながらも早々と15秒台を出しました。第5位につけました。そして16番は去年全日本を連覇した宮崎選手、今年は岩橋の次2位です。岩橋にだけは負けたくないとライバル心を燃やしています。14周目に2分15秒931を出して、公式予選1日目は岩橋に1000分の3秒差をつけて4位を確保しています。予選の1日目の模様を今ご覧いただいていますが、今度は2日目です。予選の2日目は11番のガードナー、21番のタイガー、ホンダ、ヤマハのワックスマシンの戦いとなりました。11番も21番も前日よりも比較的抑えた走りです。ガードナーは15秒413のタイムでした。1日目が14秒151のタイムでしたから比較的抑え気味、特に昨日の場合は路面がオイルで汚れたりしたこともありまして積極的に飛ばすことはできない状況もありました。さて平です。17秒364と遅い走りに昨日は終始しました。マシンのセッティングをかなり入念に行いながらの予選の2日目でした。しかし平選手は1日目に15秒台の記録を出しています。昨日の岩橋選手です。14秒44433とこれまた若手伸び盛りのその成果を見せる、1日ごとに成長しているそんな感じの好タイムを昨日はマークしました。宮崎を上回りました。こちらは川崎のワックスマシンです。相馬選手、ワックスライダーとして伸び盛りの選手です。日本人の2番手に上がってきました。15秒929のタイムを昨日の段階で記録しています。1日目、2日目、2日間にわたって行われました予選の経過をご覧いただいています。さて川崎さん、はい、たくさんの選手が出場し65台のマシンが走るんですが、はい、その中で2日間の予選のこんなあの触りの部分だけですかね、はい、上位の選手だけをご覧いただいたんですが、その結果結局ポールポジションを掴んだのがですね、ドゥーハンですね、マイケルドゥーハン、ホンダの選手なんですがね、ガードナー組、はい、そして第2位の、位置につきましたのが岩橋健一郎と前田純の組、はい、そして第3位がヤマハの平忠彦とエディ・ローソン。ご覧ください、こういう展開になってきております。